どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をしなければなりません。ということで、行きましょう。本日はですね、楽天カードの解約と、またね、楽天の SPU もですね、解約ね、来てしまいましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、皆さんね、持ってますかね、楽天カード。私はね、使ってるかって言われると、まあ、全然使ってないんですけども、まあね、この楽天カードは持ってない人の方が多分少ないんじゃないかっていうぐらいですね、この楽天カードって持ってる人が多いんですよね。まあ先日ね、楽天エディから楽天キャッシュのチャージの時に、このエディのね、番号使ったりさせていただいたわけなんですけども、まあ私もね、ほとんど楽天でたまに買い物するときに、まあ使うぐらいでしかね、まあ利用してないんですよね。なんですけども、私のね、チャンネルの性質上ね、まあマイルをね、貯めたい方が、まあ多いと思うんですけども、まあこの楽天カードっていうのは、ANA マイルにも JAL マイルにも交換することができて、またね、年会費無料でね、発行することができて、またね、新規入会キャンペーンもね、かなり強化ね、常にされているっていう感じになりますんで、年会費無料でね、還元率はそんな高くなくても、年会費無料でね、発行されたいっていう方、またね、貯めたい方はですね、結構ね、お勧めさせていただいているわけなんですけども、楽天カードね、解約ということで、発表がありました。で、発表の内容なんですけども、こちらですね、楽天カードポイント計算方法の変更のご案内ということで、利用額に応じて毎月15日前後に贈呈しています楽天カードのポイント利用獲得ポイントの計算方法について2023年の11月分の請求より以下の通り変更になりますのでお知らせしますということで、なおね、100円につき1ポイントの還元率およびポイントの申請日の変更はございませんということで、まあこういったね、感じで記載がされてるんですよね。内容ですね、変更前が毎月のカードショッピング利用に対して100円につき1ポイント。で、変更後ですね。カードショッピングお買い物ごとに利用額に対して100円につき1ポイントということで、まあこれね、まあどういうことっていう方ね、思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、公式サイトにね、ポイント申請の一例っていうのはね、書いてありまして、このショップ ABC でですね、3980円、5980円、2650円、1110円の買い物をね、まあ一月にしたとして、まあ今まではですね、この利用額全部に対して13720円に対して100円に1ポイントね、貯まるっていう風になりますんで、まあ、137ポイントがね、獲得することができてたわけなんですけども、これがね、2023年の11月以降はですね、135ポイントにね、減ってしまうっていった形になるんですよね。で、これがね、どの部分がね、切られているかっていう話なんですけども、このね、100円未満のね、ご利用分に関しては、切り捨てっていう感じになるんですよね。ですので、このポイント付与はですね、この1100円に対して、まあ、100円で1ポイントね、獲得できてるんで、まあ、11ポイントっていう風になりまして、こちらもね、2600円に対して100円で1ポイントなんで、26ポイント。5980円のこの5900円分に対して、100円で1ポイントみたいな感じで、このね、下の80円、50円、10円、ここは全部ね、切り捨てられてるって言った感じになるんですよね。ですので、今まではね、この80、50、10っていうのが、まあ、足されてね、合計額に関し、対してですね、100円で1ポイントもらえてたわけなんですけども、ここは全部ね、切られてしまいますんで、このね、獲得総ポイント数が、まあ、今までよりですね、下がってしまうって言った形になるんですよね。まあ、こちらね、残念ですね。まあ、楽天はね、ニュースとかにもね、なっておりますけども、やはり楽天モバイルのね、赤字みたいなのが響いてるんですかね。はい、ニュースにもね、非常になっておりますけども、いや、これはね、結構びっくりな解約ですよね。で、またね、知ってる方も多いと思うんですけども、楽天はね、この500円ごとに1ポイント贈呈されるっていうね、期間もあるんですよね。こちら皆さん知っておりますよね。公共料金ってね、楽天カードでね、決済すると、ポイント還元率で500円に1ポイントなんで、すごい低いんですよね。で、またね、この税金とかですね、またね、国民年金とか、これもね、少ないっていう風になりますんで、ここもね、注意していただきたいな、なんていう風に思うんですけども、今回ね、こちらの、解約っていう風になりますんで、楽天カードね、まあメインにされてる方ね、もしかしたら、私のチャンネルでもね、年会費無料でね、マイル貯めたいっていう方はね、いらっしゃると思いますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。
それでは次ですね。楽天のお買い物でポイント最大16倍ということで、楽天の SPU ね、スーパーポイントアップね、利用されている方ね、私のチャンネルでも結構いらっしゃると思うんですけども、今現在ですね、このね、楽天市場アプリをね、利用していただくと、まあ、これで購入するとですね、0.5 倍ね、ついてたと思うんですけども、これがね、残念ながら2023年の9月1日から、楽天市場アプリの SPU 対象外となりますということで、まあ、この動画出てるの8月1日ですので、来月の1日からですね、この楽天市場アプリの SPU は対象外っていう風になりますんで、これからですね、この 0.5 倍分はもらうことができないっていった形になります。いやね、こちらもね、本当にこの楽天市場アプリね、利用するだけでこのね 0.5 倍でね、ついていたっていう風になりますんで、非常に良かったわけなんですけども、今後はね、もらえないっていう風になりますんで、この最大のポイント倍率も、15.5 になるんですかね。はい、もしかしたら他でなんか入ってくるのかもしれないですけどね。はい、こういった形になります。ということで、今回ですね、楽天カードの解約と楽天 SPU の解約ね、話させていただいたわけなんですけども、いやね、楽天カードの方はね、本当に残念ですね。はい、結構ね、この楽天カードの強みでもあったわけなんですけども、まあ今後はですね、100円未満ね、切り捨てられてしまうっていう風になりますんで、まあ実質還元率はね、ちょっと下がってしまいますんで、この点はね、注意してください。で、SPU に関してはですね、ポイントね、アプリでね、購入でポイントね、もらえなくなってしまうわけなんですけども、皆さんやってた方いらっしゃるのかな？私とかね、楽天購入するときは、ポイントサイトから、楽天のページに行って、PC サイトですね。そこから、下の方に行くとね、アプリに飛べるんで、それで購入すると、ポイントサイトの還元も取れるし、アプリの還元も取れるみたいな。まあ、そういったことをね、やってたわけなんですけども、まあ、今回のね、解約でもアプリね、今後使う必要がね、なくなるっていう風になりますんで、ですんでね、今度からもう普通に PC サイトで買っても、アプリで買ってもね、還元に使わないっていう風になりますんで、まあ、今後はね、こういった感じで、私のお勧めさせているね、こちらポイントサイトハピタスなんですけども、まあ、こちらね、利用していただければ、1% のポイントバックね、獲得することができますし、またね、このポイントサイトハピタスのね、最大の強みは、マリオットポンボイポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、もちろんね、ドットマイルにも通っておりますんで、ANA マイル、JAL マイルね、お得に交換することもできますし、外資系のマイルにも、このね、ポイントサイトハピタスでね、貯めたポイントをね、経由して交換することができますので、まあ、先日ね、紹介したアラスカ航空のスターラックス航空も行けますし、またね、バージンアトランティックポイントのハワイ路線にもね、交換することが、まあ、経由してね、利用することができるっていう風になりますんで、ポイントサイトハピタスね、私はお勧めさせていただいているんですけども、このね、ポイントサイトハピタスの強みは、ずっとね、この楽天とかこういう繰り返してね、購入していくね、案件とかを利用していくと、ゴールドランクに、ね、なることができるんですよね。まあ私はもうずっとゴールドランクでね、利用させていただいているんですけども、メインで使ってますんでね。これね、ゴールドランクになると、ポイント交換しますよね。その 5% ポイントバックしてくれるんですよね。で、その中のね、5% にね、まあ、こういった感じで、マリオットとかも入ってますし、まあ、NHR マイルとかだったらね、ドットマネーとかね、交換していただいてもいいですし、まあ、T ポイントとかもあるんでね、T ポイントでもいいんですけども、まあ、こういった感じで、ポイントバックね、ゴールドランクになるとね、してもらえるっていう風になりますんで、このゴールドランクの修行自体もですね、そこまでね、大変じゃない。まあ、繰り返した案件とかもね、そうですけども、もうアプリダウンロードで3円とか3ポイントとかね、まあそういったものでも積み上げることができますんで、結構簡単にね、このゴールドランクにもなれるっていう風になりますんで、このね、ポイントサイトハピタスはですね、こういった感じで結構ね、おすすめポイントがございますので、まあ今後はね、この楽天市場ね、利用する際は、ポイントサイトハピタス経由してね、利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。またね、今ね、ポイントサイトハピタスって入会キャンペーンを強化してるんですよね。なかなかね、このポイントサイトハピタスって入会キャンペーン強化しないんですけども、今ね、会員登録とポイント交換すると、プラス1000円分のね、ポイントもらえるっていう風になりますんで、非常にこちらね、珍しいので、ぜひね、ポイントサイトハピタスね、登録されてない方はですね、今ね、登録していただいて、ポイント即付与案件、今で言うと楽天ペイのアプリ、ダウンロード、決済完了とかね。またね、Unext とかね、30日無料で利用できたりするんですけども、こういった案件。またね、D プライムとかね、こちらも無料でね、利用することができるんですけども、まあ、こういった案件を利用して、ポイント交換していただければですね、さらにね、1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらも、
ポイントサイトハピタスね、登録されてない方はですね、特にね、エントリーとかもいりませんので、登録してね、ポイントゲットして、ポイント交換していただければ、プラス1000ポイントね、もらえたりもいたしますので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。まあ、ポイントサイトハピタスね、こういったキャンペーン本当に珍しいので、結構ね、いろんなところで紹介させていただいてるんですけども、多分ね、なかなか次回はないと思いますんで、もしね、登録するなら、まあ今がね、チャンスかななんていうふうに思いますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。あ、概要欄にね、載せておきますんでね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。